ギター講師の副島俊樹です。そしてギタリストの武田浩一です。よろしくお願いします。お願いします。いや嬉しい。今回なんですけど大阪まで僕来ましてですね、浩一さんのスタジオで動画を撮らせていただいております。ありがとうございます。いやありがとうございます。いや本当わざわざこんなところまで。いや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 僕の部屋におるっていうのが緊張する緊張する。いや僕浩一さんはもちろんこの YouTube をちょうど去年の2019年の、まあ、年始年末ぐらいに始めてですね、ずっとそれから見させていただいてて、はい、
もう結構その他のいろんな YouTuber の方いる中で僕と結構プレイの感覚というか大事にしてるものだとか意識されてるものとかってめっちゃ近いんじゃないかなみたいなことを思いつつ、にしてもうまいなみたいな、いやうますぎないみたいなことを思いながらもうずっと見てまして、はい、いやよくあの本当に奥さんともナンバーワンだよねみたいな、そんなに一番うまいよねこいつさんことマジで言いながら、はいはい、でそれで今回セッションさせていただいたというような感じです、はい、で今回は僕の動画なんで、まあ、僕の視聴者さんにこいつさんの魅力をお伝えするっていう後半にしたいんですけど、うん、いやなんかこいつさんのなんかギタープレイの良さっていうか僕のこの動画見てくれた方にぜひここ注目してほしいなっていうのを、いやこれ言おうと思って考えてたんですけど、おスケールライクなものの、はい、フレーズの歌わせ方がもう本当にうますぎっていう、あ今のなんかあの伊豆市でもなんかちょっとこうスケールライクに攻める音階的にいくみたいな瞬間ってこうありながら、はい、だから例えば僕とかだとこうペンタトニックの、はい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 、こういう系で基本的にはこうどんどんやっていくんですけど、結構スケールモーダルな、ね、ところ、確かにこうあんまり、あ、そうそうこういかずに、うんうんうん、こういくことが多いです、うん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 、結構そのペンタトニックのニュアンスは僕は結構大事なんですけど、なんかね、昔からペンタトニックはちょっと苦手な意識があって、まあ今はないんですけど、うんうんうん、昔からあって、で、やっぱり当時練習してたのがこういうなんかアルペジオ、みたいなのをよく練習してて、で、それにプラスでテンションみたいなことを考えてるとこうなりました、はい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 、なんかそこって結構その目指したいっていう人多いと思うんですよ。あ、言われますねよく、うん、でもやっぱりその多くの方っていうのがその、まあ、そういうスケールを弾くこと自体が覚えることとかが目的になっちゃって、うん、なんかそのメロディーにならないっていうところがある中で、あ完璧にそこを言ってるなっていう、めっちゃ嬉しい、いやあ、でもめっちゃおしゃれ。こういう感じですよね、アプローチとしては。なんか常にこう、小指までこう、なんかこう、フィンガリングがある中で、まあ、こういうなんか、イズンズシーみたいなアルペジオ、アルペジオね、この、ペンタの鼻歌でいけるようなところも、割とこう、常にこう、E メジャーの。うん、確か大きく見てますね。アルペジオがなんか常にこう聞こえてくる感じがあるというか、うん、なんかそういうのがすごいなと思って、あなんかそれ本当によく言われるんですけど、うんうんうん、逆になんかねペンタトニックだけで歌わせられるじゃないですか、はい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 、それは本当逆にすごいなと思ってて、てかねあのこれ動画でどれぐらい伝わってるかわかんないんですけど、副島さん僕動画見てて、副島さんのすっごい色気あるなと思ってたんですけど、はい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 、リアルで聞くともう色気どころじゃないですね、もうムンムンにこの部屋が男2人で、そうそう、それだから本当にすごいと思ってて、 ありがとうございます、うん、やっぱりその YouTube の、ね、カメラ越しってそのエアー感とかも含めてなかなかこう伝わりきれない部分もあるので、うん、確かにそこを言っていただけると嬉しい、まあ、光一さんみたいなそのフレージング、はい、まあ、こういう風にこう登ったりだとかっていうのもやるんですけど、その割合は結構少なめっていうか、それもあるんだけど少なめ、こういったなんかそこ多いみたいな、そのバランス感ってこう人によって全然違って、そこでなんか好みとか誰に習うとか誰の動画見るとかもなんか変わっていくのかな、変わってくる感じですね、とかちょっと思ってて、一個例えばなんか例えば今の E のアルペジオ、はいはいはい、うん、これにしても必ずこのままって弾くんじゃなくて、うん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 、一歩手前に、おお、こういうのを絶対出す、タタタタタ、そうそうそう、なるほど、はいはいはい、こうですね、そうですそうです、フィングリングを中指でこう、中指、人差し指、中指です、そうなですね、このジョイントを僕使わないんですよ、でジョイントを使わない理由が、はいはい、ジョイントしちゃうとなんかこう僕の感覚では、うんうん、すごい次のフィンガリングにすごい邪魔になっちゃって力が入っちゃうような感じになっちゃう、だから分離がいいんだ、こいつのフレーズ、ああこれ全然弾かない、なんかいいですね、そうですそうです、はあ、これちょっと練習します、ね、そう言っちゃう、というわけで、今回の動画ではこいつさんとセッションさせていただきましたということで、
でお決まりのイズントシーラブリーここでご一緒させていただいて、まあ、いろんなギタリストによって全然違うねっていうようなことをですね、まあ、皆さんも、動画越しに体感していただければなと思います。でこの他にもいろんな動画をですね、小石さんと一緒に撮ったんで、そのあたりもぜひ見てみてください。というわけで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。